夏の夕暮れってええー、な。迎えてくれるのは海鳥たちだけ。そっちやない本当に夏の夕方。ふむ。日暮らしとかええねえ。最高やな。そしてカメラマンが死ぬ。そっちでもないいやそれはそれでええんやけど。夕方の雰囲気が好きって話よ。どうせ山の中。うーん。確かに大都会の夕暮れっていうより田舎やな。まあ、私もそっちが好きかな。ええよね。 人を殺しそうな日射がなくなって、ジメジメしてるんやけど暑さが弱くなって、草木の匂いとかがこれでもかってくらいしてるあの感じ。多分さ、それもノスタルジーだと思うんだよね。まあそんな気はしてる。小学生の頃さ、キャンプっていうか、コテージに行ったじゃん。あれを思い出すんでしょああそうか、そうやわ。陰キャの自覚あったけど、結構夏っぽいことしてたな。川遊び、花火、バーベキュー。 なんだかんだだか思いつくの一通りやったよ。結局うちはノスタルジーから逃げられんのか。それはそれでいいんじゃないやりたいことには変わらんでしょそういえば、つみんが花火したいって言ってたな。夜バーベキューと花火とかいいんじゃないまたやるか。